それではですね、せっかく、はい、柔道和解のね、はい、神奈川県本部長をされてた方ですので、うん、そもそも柔道和解というのは何なのかという、まあ、学習編ということで、はい、2時間目は2時間目は柔道和解についていろいろね、あの、質問してお答えしていただこうかと思います。はい、ということで、まず基本、うん、本当に基本的な話なんですけども、うん、柔道和解というものはね、うん、どんな風に生まれて、で、今どのようになっている組織なのかっていう、柔道和解ができた経緯からお話しいただければと思います。うん、まあ、あの、分かりました。あの、はい、柔道和解というよりも、そろそろ、その運動団体がこれができたのが、はい、いわゆるその、江戸期にね、はい、いわゆるその差別民族、いわゆる皆さんが言われている士農工商得た否認という形からできて、が蘇生されたと、言われていますが、その中のいわゆる得た民族、という形から明治時代になって、いわゆる水平社運動、いわゆるその、平等であるというところから、はい、この運動団体というもの、はい、まだ団体形成されていたかということよりも、はいはい、その一つの人権運動の始まりなんですね、この、これが、はい、それで、当時は水平社から出てきて後になるブラ解放同盟、はいはい、という形が生まれてきます。はい、で、いわゆるその運動ですから、イデオロギーがやっぱり多少異なってくる、はいはいはい、というところで、いわゆるブラック解放同盟の一元化が、はい、いわゆる全日本同和会に分かれるわけです。はい、そしてまた全日本同和会の、またいわゆるその運動形態、はい、そういうものが、異なる人たちがこの、自由同和会の前身である全国自由同和会が生まれるわけです。はいはい、その中から、いわゆる全国を取りましてね、はい、自由同和会というものが生まれてきたというのが、この自由同和会の始まりですね。あの、全国取ったっていうのは、うん、そのなんか当時その名刺をね、勝手に作ってその配り歩く人がいたから、うん、っていう風に聞いたんだけど、それだけじゃないんですか？まあ、その意味合いとしてはね、はい、自由同和会、はい、まあ、自由な団体、はい、という意味合いがありましたね。なるほど、あくまで全国は別にいらないだろう、はい、ということですね。はい、で、よくね、解放同盟はあの水平社の流れを受け継いで、うん、同和会はなんか融和運動の流れを継いでるみたいなことを言われるんだけども、うん、実際は違うんですよね。あくまで解放同盟から同和会が分裂したっていう形になるんですよね、経緯としては。そうですね、今言ったように融和運動であろうと、はいはい、この人権総論ですから、はい、あまりそのところは難しく考える必要はないと思いますね。はいはい、優しくもっと考えていかないといけないと思いますね。はいはいはい、ただ、まあ、党派というものがあって、まあ、ご承知の通り、うん、解放同盟は、まあ、最初は共産党と社会党系ですね。そうです、うん、で、その共産党社会党系で左傾化してたわけだから、はい、そこからはやっぱりどうしても保守系の流れが必要ということで、うん、自民党系の同和会が分かれたと。うん、まあ、それは政府のね、はい、いわゆる考えというのもあるんだけど、はい、本来共産党は共産党で、全国運動解放連合会、はい、全会連、全会連ですね、はい、略してね、それがあるんですよ。はい、だからどっちかというと、解放、いわゆるブラック解放同盟は、はい、旧社会党系、はい、ただ同和会が分かれた当時は多分共産党まだ一緒だったと思います、うんうん、すね、解放同盟、うん、その後、うん、同和会が分かれてずっと後になって、同和事業が始まる頃に、全会連系の共産党ではさらに解放同盟から分かれたっていう経緯ですよね。うんうん、はい、で、自由同和会なんですよね、うん、できたのが確か昭和62年に分かれてるんですね、うん、はい、全日本同和会から全国自由同和会が分かれてる、うんうん、このきっかけっていうのが一つがやっぱり北九州土地転がし事件、はい、うん、まあ、特定というよりも総称的、いわゆるその事件が多く勃発したんですね。はい、例えば代表的な事件って北九州以外に何がありますか？もろもろ、ありましたね。北海道の銀行関係とか、
北海道の銀行って言うと高銀、ごめんなさい、その銀行のあれは分かりませんけれども、はい、いわゆるその細かくいろいろな事件事故があったんですよ、はい、だからそういうことに対してそのまあ真面目な有志が、はいはい、これはまずいということでちゃんとした人権運動をやらなきゃいけないということの意味合いで分かれていったということの方が正しいでしょうね。あの以前ね、うん、あの事務局長 の平川さんが、うん、平川秀樹さんが言ったところでは、うん、その要するにその同事業を続けるんであるならば自民党の人がね、今のままじゃ続けられないから、うん、そのまともな団体作ってくれたの。そうです。で、その62年に新しく作って始まったって聞いてるんですけど、そういう自民党からの話はあったんでしょうかね、本当に。いや、私はね、はい、その段階でまだこの柔道和解に入れておりませんから、はいはい、真相は分かりませんが、はい、平川局長が、言うことがまず正しいでしょうね。なるほど、はい、平川さんっていうのは中央本部の事務局長です、柔道和解の、うん、立派な人ですよ、事実上トップ、そうです、事実上トップです、うん、平川さんがトップになります、うん、で、はい、でじゃあ天野さんが会に入ったのはいつ頃でどういったきっかけだったんでしょうか。それからね、分派して、平成になってからだと思いますね。平成になってからです。当時は入ったのは神奈川県の自由同和会なんですか。うん、そうです。神奈川県同和会、うん、所属したのは、はい、まだ自由同和会に加盟できていない頃でね、はい、いわゆる神奈川県も分派したんですよ、はいはい、県は県で、はい、これは、はい、いわゆるその全日本同和会神奈川県、はい、本部から、はい、またこれも同じように、有志というか、うん、そのまあ私は除名というふうに聞いてますけど、うん、その人がされた人が立ち上げたのが神奈川県同和会です、はいはい、その神奈川県同和会に私は入った、はいはい、それからしばらくして、はい、神奈川県同和会が自由同和会に、はい、まあ、運動をやっているということで加盟ができた、はい、したがって私たちは神奈川県同和会から自由同和会に加盟ができたということです。なるほど、はい、当時神奈川県内でも、全日本同和会系と自由同和会系で分かれてたんですよね。分かれてません。あ、分かれてはないんですか。全日本同和会のメンバーが、はい、やはりさっきもイデオロギーの違いから、はいはい、またはどのような経緯か人権運動のあり方を意にしたので神奈川県同和会を立ち上げたという、神奈川、あ、新たに立ち上げた、作ったっていうことですね。うん、だからもう神奈川県は自体がもう全く別個でやってたっていう理解でよろしいですか。いいですよ、はい、はい、でその入会の要件っていうのはどういったものなんですかね。それは会が全国に入会するのか、はい、個人が入会するのかはどういう、はい、あ、まず個人が入会ですね。柔道和解に限っては、はい、個人が入会する条件とかいうものはないですよ、はいはい、あくまでも人権運動をやりたい人、はい、だから世の中のまあ一般的な、ね、イメージではうん、部落出身者が入るのかなというふうに思うわけですね、うん、同和団体には。でもそれは実際はそうではないということになるんでしょうか。違いますね。違います。極端なこと言うと、例えば私が今日ごめんくださいって言って、うんうん、入れてくださいって言ったら入れる可能性もあるっていう可能性ありますね。なるほど。あくまでもこの団体は、はい、いわゆるまあ俗に言う差別地域部落の人がね、はいはい、私は差別こうやってされてきてこういう世の中じゃいけないんで、はい、正しましょうという意気込みの人もいれば、はいはい、全く地域出身者でないけども、はい、こういうことの差別は良くないよねっ
って言って入られる人、はいはい、これは全然どちらとも問題にしないわけです。なるほど。あくまで、そういう差別をなくそうという人、はい、だから部落の特定には限らない、はいはい、今は、このいわゆる解放運動で団体自体が、はい、あくまで部落差別を中心としたあらゆる差別、うんうん、というものに向かっていってるわけです、はいはい、昔は同和運動、はい、あくまでブラック問題、はい、ということで来たけれども、はい、それでは時代遅れですよね、はいはい、だからあらゆる差別、はい、したがって差別をなくそうという人は誰でも一体感ですよね。なるほど、うん、で天野さん自身はブラック自身ではないんですか。よくね聞かれる質問なんですが、はい、僕はね、まあ、部落出身者からかとか、部落の出身者ですからという聞かれることもおかしいと思ってる。なるほど。実は申し訳ないけどね。だから、僕が部落出身者ですか、部落出身者だからやってんですかとか、僕はこの差別に対しての、解消意気込みは持っていましたからね。だから、はい、ブラック民であろうとブラック外であろうと、はい、私は運動したでしょうね、はい、きっとね、はい、うん、ということは天野さんがこの同和会に入った、うん、まあ、直接のきっかけっていうのは何になるんでしょうか。もともと私の前に伊藤源証さんというね、伊藤源証さん、はい、お寺の坊さんがいたんです、はい、それと知り合いましてね、はい、まあ軽いいろんな話の中でね、ああそういうのがあるんだということを、実は僕はね学生時代ちょっと過ぎた頃に実はこの問題を知っていたんですよ、はい、私自身、はい、これはね狭山事件です、はいはい、デモ行進をやってましたね、はい、実はこのあれは何のデモですかって聞いた、はい、僕もちょっと興味国士がすごいんだね、はい、そしたらこういう事件なんだ、はい、っていうことを聞いたんですけど、はい、そこの時はまだ完全に自分は理解してなかった、はい、で伊藤源証さんにいろいろ話を聞いてみたら、はい、あ、なるほどこのことかということで僕は誘われて入った、はい、これはきっかけです私は、うん、まあ誘われて入りました。そう、どちらかというと、はい、お前、まあ、口が達者、達者だからというようなもんでしてね、はい、軽い感じでしたよ当時は。なるほど、うん、軽い感じです。あまり深くは考えてなかったんですか。なかったですね。そうですか、うん、団体性の意識っていうものはあまり知らなかったんだね僕自身は、はい、うん、それで同和会に入ることで、うん、まあ、私のね印象なんですけども、同和会って基本的に土天業者さんが多い、神奈川県だと、まあ、解放同盟もまあそれに近いところがあるんですけども、うん、はい、やっぱりその会に入ることでメリットというものがあるんでしょうか。まあメリットどちらかというと、まあ、今あなたが言ったように、土建屋さんとか、はい、いわゆるそのまあ歴史的に、はい、このねここへ行くとねいろんなその対応の法律が影響するんですよ、はいはい、どちらかというと、はい、次元立法というね、はいはい、基本法がね、あの条文の中にねいわゆるそのそういう差別を受けてきた人は、はい、要はなるべく協力をしろという文章が、はい、あるわけですよ。なるほど、はい、その中に要領のいい人は、うん、その文章を拡大解釈するわけです。なるほど、はい、拡大解釈することによって行政は協力しなければならない。なるほど、はい、この文章の解釈の仕方なんですね、はい、それをそのような都合主義に結びつける人、はいはい、ね、真面目に人権運動をやる人という形で分かれてくることが、来たことが分派分派の流れにつながってくるわけですよ、はい、だ結構分派分派なんですよみんなこれ、はいはいはい、うん、だから真面目に運動する人、ま、今さちょっとまあズバリ言えば利権主義で運動する人って言っちゃうかな、はい、そういう人たちとの別れがある、
利権を利用する人、うん、今言ったように行政は協力しなければならない文書、はい、こういうことに影響があるんじゃないかと思いますよ。まあ、特措法あった時はもう文字通り給付金だとか貸付金っていうのがありましたよね。ありましたね、はい、で実際その自由度和解に入ることでそういったものを受けることはできたんですか。自由度和解は残念ながらないんです。ああそうです。なぜかというと、はい、ここがまた複雑になる短時間で話ができることはないんだけど、いわゆる全日本同和会、はいはい、ブラック解放級はね、いわゆる、はい、前から存在する団体ですよね、はいはいはい、神奈川においても、はい、とその人たちはこの法律に基づいて給付金を受けられるわけ、はいはいはい、ところがあの資金は県対応って言うんですよ、はいはい、県の対応資金、はいはい、まあ国が対応なんだけど、はい、県の申し込みにおいて国も助成するというシステムが出来上がってるから、はいはい、自由度和解は県対応じゃないから自由度和解の人たちは受けられない、はい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 、このように非常に差別解消団体でありながら差別されているんです、はいはい、なるほど。まあ、神奈川県では全日本同和会と解放同盟と人権連が、はい、そうです、まあ、県の対応団体によって自由度和解はそこに含まれてないと、ないから受けられない。非常におかしいでしょう。例えばね、住宅の貸し付けとか、うん、それをね、まあ、一応童話対策なんだから部落出身だったら受けられるということになるとは思うんですけど、その通り、うん、だからそういった時には結局解放同盟や全日本童話会のお世話にならないといけないっていうことになるんでしょう。全くその通りだね。だから気の毒な限りだよね。やっぱり人間イデオロギーがあるから、はい、私は運動する上において、はい、全日本のやり方は嫌だとか、はい、解放同盟のやり方は嫌だっていう人もいるわけ、はいはいはい、と柔道会に入る、はい、柔道会で運動したいと、はい、いや開かれてるからね、はい、そうするとこの人たちは給付を受けられない。なるほど。じゃあ何のための施策かと、はい、だから私はいつも言っていた、個人施策でない団体施策じゃないのかと、こんなバカなことはないだろうと言って、はい、私の闘争してきたテーマでもあったね。それは非常におかしい。だから仕方がないので、はい、ここは涙を飲んで、はい、全日本に頼んで来いよとか、はい、言いましたよ、はっきり。あ、そうなんですか。言いましたよ。しょうがないでしょ。でその人を助けなきゃしょうがない。ちなみに部落出身じゃなくてもやっぱ全日本同和会とかに頼めばなんとかなったんですか。そこがまた難しいと。なるほど。というのは全員が全員そうでないと思いますよ、はい、はっきり言えばね、はい、これはもういわゆる公開どんどんしていかなきゃいけないフィルムだと思ってますから、はいはい、地域の人はもちろんのこと、はい、地域でない場合であっても、はいはい、地域を確認できないでしょ、この制度は。そうです、はい、ということは、はい、地域でない人が私出身者ですと、はい、お願いしますと、はい、申し入れをしたら、逆にあなた方だったらどうしますか。まあ、私もっていうふうに、私もって言えば、まあそうですね、受けられちゃいますよね。そうですね。そこは今言ったように、そこにちゃんとした団体か、うんうん、団体でないかということが言えるわけだよね。なるほど、なるほど、うん、まあ実際にそうでない人も受けた例は僕も何例かはそれは知ってますよ、うん、運動に長くやってるんだから、はい、いやそんなことを隠したってしょうがない。実際には地域でないけど地域ですって、でも調べる余地がないでしょ。例えばそういうところの中の人にね、うん、こうテーブルバーン叩いて、な認めんというんかいって言って怒鳴って、しぶしぶ認めさせたっていうことも昔はあったでしょうね。ありましたね。あった話もいっぱい聞いてますし、僕も、じゃあテーブル引っ張られたことがないかって言われれば、テーブル引っ張られたこともありますからね、実際に、うんうん、それは本当に差別されたら怒りますよ、誰だって。
テーブルスポーツだったらじゃ済まないよ、本当はね。まあまあ、まあ、こんなこと言っていいかどうかわからないけれども、例えば、まあ、一番有名なのに、なんか7項目の確認事項というのがあります、税金関係で、税金関係で、例えばその、まあ、あれなんかは完全に法律の枠外でやってたような感じがあるんですけども、自由度和解でも例えばその税務署が甘くなったりということはあったんですか。通達だね、はい、通達、それはね、通達文書っていうんだね、はい、それはね、いわゆるその昔ね、国税庁長官が出した通達を利用してる、なるほど、はい、利用してる。だから本当にその通達文書の項目のように計算ができなかったり誤っちゃったりする、うんうんうん、人に対しては当然その、まあ、保護施策の一つだったろうね、だけどじゃあ全員ができないかと、読み書きできないかと、今、はいはい、読み書きできないことはないよね、はいはい、計算もできないことないね、はい、計算機あるから、つまりあれは読み書き、ブラックの人は読み書き計算ができないから多めに見てあげようっていうのは、そういう趣旨だったんですか。基本的にはそうですよね。あ、そういうことなんですね、うん、それ例えば神奈川県だったらよ、あの横浜なんかの国税局でもそういうの通じたんですかね。通じるという時代は私が入って間もなくは通じてた時期がありますね。あ、そうですか。で平成の初めぐらい、何年だろうな、あれがなくなったのは、あ、亡くなったということよりもうやむや、ちょっと待ってください。道徳法自体は2002年に施行されますけども、だけどその、要するにその施行2002年まではあったってことですか。あ、平成14年ですかね、あった、まであったんですね、あるにはあったんです、神奈川県内でもあったね。じゃあそれは具体的に、いや、あったからといって法律的ではないよ。いわゆるその保護施策の中にあるったということでしょうね、はい、まざまざ保護ですからお願いしますなんてこともないから、暗黙、なんかその地域によってばらつきありました。例えば横浜だと甘いとか、山北町だとなんかえらい軽いとか、なんかそういう地域を抱えている市町村ってあるよね、はい、神奈川だったら8市町村とかあるよね、はいはい、そういうところだと税務署だって誰が出身者かわからないじゃん、はいはいはい、だから相対だよね、相対で見ちゃう、相対ってことは会だよね、はいはいはい、ということをいかに、税務署から見れば利用されたと言われても過言じゃないのかな。よくね、未だに言われることがあるんだけども、うん、まあ、僕はまあ間違いなくやってるんじゃないかと思ってるんだけども、うん、その同和団体にね入って、それで申告書を出すときにその同和団体あるいはその関係団体の判を押すと、うん、そしたら税務署の対応が甘くなると、はい、それで同和団体の関係者が対価を受け取ってたんじゃないかと、あるいは今でも受け取ってるんじゃないかというのがあるんですよ、うん、そういったことって神奈川県でもありましたか。難しい質問だと思うんだけれども、うん、はい、会だから税務署の形からいけば会だから甘くしているとかいう意識はないと思う、ないとは思う、うんうん、だけれども社会風潮の名残でそういうものが往々にあり得ることは否定できないだろうね、うんうん、と思うよ、はいはい、というのは今言ったように終わりがうやむや、はい、終わりがうやむや。だから本来なら、税務署だってこうスパーンと切るべき、はい、ある意味ではね、はい、またもう一つあれじゃないの、かといって税務署も毅然と対応すべきじゃないのかな、はい、うん、本来ね、はい、まあ実際あまりにもやりすぎた人は捕まってますよね、東京パコみたいに、どうも。天野さん自身もその税金の面で優遇されたってことはあったんですか。挨拶に行くことは大にありましたよ。なるほど、ありましたよ、それは。だってそれは困ってるから、うんうんうん、こういうふうな、というのはね、こうなるとね非常に難しいんだけど、税務署が今
さっきの問題と一緒ですよ。誰々だと厳しいとか誰々とか厳しくないとか、はい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 、いうような、はい、こう見方、うん、あります。見方ってやっぱりあるじゃないですか、はいはい、ね、なんか極端には取れるところから取ればいいんだとか、そういうことそういうこと、いう往々に税務署の姿勢も僕は違う、あると思うよ、はいはいはい、でなんかこんななんか鉛筆の粉垂らして、はいはいはい、うんなことを家になすったらこれ前のページが映ってきたから途中もぎ取ったんじゃねえかとか、そんなことで、悔しいっつって相談に来たことも僕は受けてるよ実際、うんうんうん、だから、そういうこともあるんじゃないかなと 思われる、うん、だけどこれは税務署だって一生懸命やってんだろうから、なるほど、うん、あとはその人たちの感覚ね、うん、だから、この間もちょっと僕のところへメール来た人もいるよ、査察のやり方がおかしいんですとか納得できないんですって、人権問題ですよねとかいうように、相談に来られる方もいるよねやっぱりね、そういう人もいる、だからそこはもっと毅然とした形でお互いにやった方がいいんじゃないのかな。でもそこで自由同和会の名前を出すとやっぱり、まあ、税務署に限らず役所の対応が変わるっていうことあるんですか。どうだね、ここは非常に難しいところだけど、それを期待して同和会に入ってる人っていうのも多くありませんか。だそれが絶対的ではないわけじゃん、はい、噂の期待っていうのもあるじゃないの、はい、多分、はいはい、あそこ入るとね楽になっちゃうんだよねとか言う人もいるんじゃないのかな。そうです。でわけわかんない、どうも、期待が外れたとか言って勝手にやめてくんじゃないの。そういう人もいるんですかね。いるいる、いっぱいいるよね、いっぱいいたね。話が違うなとは。あ、じゃあでもやっぱりそういうふうに思って入ってる人もいる。いやだから社会風潮はね、これも本当に直さなきゃいけないと思うんだけど、はい、いわゆるその法律が、まあ、なんていうかな、協力しなければならない法律が非常に悪かったんだよね、まあ、法律が生きてた時はもう間違いなく優遇されてたわけですよね、うん、いやだからそこも持ってき方じゃん、はい、この法律でやってくださいって言われたら、うん、役所だって困るよね、はい、困るでしょ、僕は役人だったら、そうですね、この法律でやってくださいって言われたら、はい、うーん、どうやって解釈しようわかんない。市長さんとしてはそうやらざるを得なかった、優しくはなるよね、はい、だってならないんだから、そこなんだよ、あれを作ったことが僕にしては大きな誤りなんだ。じゃあ今ブラック差別解消推進法っていうのがありますけど、あれもやっぱり使えるわけなんですかね。だから解釈だよ。あ、解釈ですね。解釈、うん、これは私たちブラックです、はい、これを、守ってくださいって。あれはでも人権運動の解消、いわゆる差別解消の法律であって、そこは間違えちゃいけないよ、うん、はい、自分の優遇の法律じゃないんだから、はい、人権を守る法律だってこと。まあしかしでも拡大、さっきお話にしてれば拡大解釈の可能性もあるっていう。拡大解釈ね、うんうん、あの法律は拡大しようがないんじゃないかな、しようがないかな、しようがないと僕は思ってるけどね。 あれは、要するに同和団体自体が求めているのは、はい、やはりこの差別を絶対しない、やる人権擁護法案だ、はい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 、その擁護法案まで行くことが非常に難しい、はい、難しいので今あの法律で止めたと、なるほど、いう解釈をしておいた方が、はい、今団体が目指している法案ではない。団体が目指しているのは何なんですか。人権擁護法案、はい、人権擁護法案、罰則付きの人権擁護法案っていうのは、これは解放同盟は罰則をつけろ、はい、ということね、はい、でなぜかというと、あながち言うことは間違ってないんだよね。というのは僕らが小さい頃、はい、交通事故って3万人以上死んでなかった。あ、大変多い時期ですよね、まあ、多かったでしょ、ね、ところが飲酒法の取り締まりとかいろんなことになってきて、はい、今は 5,6 千人じゃない、はい、年間、はい、減ったよね確かにね、はい、懲罰をつけた方が減るよね。だけどその懲罰をつけることはどうなんだろう、人権的にどうなんだろう、うん、っていうことにもいくわけじゃん。だから懲罰つけりゃ簡単だよね。あ、
まあ、それ以上にあそこの法律で言ってる差別の定義がちょっと曖昧なんで、うん、そういうちょっとこう恣意的にね解釈させないんじゃないかっていう恐怖感が。だから解放同盟は懲罰をつけてほうがいいんじゃないか、柔道和解の考えから言えばそれはどうかなという悩みもあるわけ、うん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 、難しいんだこういうことはね、うん、ただまあ昔法律があった時の方がよっぽどむちゃくちゃやってたような気がするんで、むしろ法律がなくなってからむちゃくちゃがなくなったような感じがするんですよ、うんうん、はい、はい、あ、そして次ですね、やっぱ神奈川県なのでみなとみらい21辞典というのを、はい、ね、ぜひこの辞典についてね詳しくお話を聞きたいわけです。何があったのかっていうのは面白い事件だねこれは、はい、これ実はね僕がまだね、柔道会に入れてない時だから、あ、まあ入ってない時 だと思うんだけど、要するにあのみなとみらいの国際会議場ができたの、はいはい、その時にね、やっぱりメモリアルなんで、はいはい、あの全日本道和会が、はい、あ、その会場で大会やろうと、はい、いうことで申し込んだ、はい、申し込んだらいっぱいですって断れた、はい、で当時の会長がね、おかしいな、こんな混んでるわけねえんだろうなと思って違うしグループから電話したの、はいはい、そしたら空いてた、うん、はい、で全日本道和会には貸せねえのかってことになったわけだ、はい、まあ、差別してたわけですね、差別してたように見たんだな当然とね、うん、貸せないのかってこと でもそれ考えてみたら担当が間違えちゃったかもしんねえじゃん、そうそう、はい、ね、本当は、はい、データを見間違えちゃったとか、はい、だけどまあそうはもういかないよね、はい、当時のいわゆるドア会の団体だから、はい、そこで球団になっちゃったのよ、はい、で球団になっちゃったから、はい、神奈川県の県庁のもちろん役員、うん、まあ、幹部各県内全市町村、36市町村の、はい、その人権担当者、はい、約250人がバーッと並んで、当時は、高木さんだ、はい、社長が、みなとみらいの社長が高木さん、はい、この人は有名な人だよね、はい、元国鉄総裁だ、はい、国鉄総裁って言ったら名前売れてるね、はい、の高木さんだ、でこちらから全日本道和会の役員が250名、はい、会員含めて、はい、それが250対250で球団かけられたわけだ、ほんで徹底的にやられた、その差別だっつって、はい、で、中には、呼び捨てだったかどうか知らないけど高木夜道は気をつけろとかやられたようだよ、でこれ僕は言ってないからもちろん、それ全日本道和会なんですよね、全日本道和会やった、そうなんですよね、それでまあ和解をしたわけだそこで、はい、和解の条件が、まあ、しっかり面倒を見る運動団体としてこうだ、はい、その時にいわゆる、神奈川道和会を、はい、いわゆる他団体っていう他振興団体っていうか新設団体っていうから分からんけど、はい、それは認めないってことなの、はい、これは 裏情報だから、認めないというか、どうなんですか、そのみなとみらい事件の前と同和会の関係でどうだったんですか、神奈川県と。いや対応団体だから、一応対応団体なんですよ、だからもうしっかり絆めちゃくちゃ繋がってますよ。でもみなとみらい事件があってその時に神奈川同和会は対応しないっていう話になったんですか。いやいや、その前は、はい、やっぱり伊藤元省は、はい、運動実績もあるから、はい、しっかり運動すれば、はい、認められるはずですよ本当は。あ、そうなんですか。もちろんだからこの事件ですよ、認められなくなったの。あ、ということはこれなんかおかしく不思議な話なんですけども、うん、じゃあ全日本道和会は、うん、そのまあ柔道和解系の団体を差別しろって言われて、そういうこと。あ、そういうことになったんですか。もうはっきりしてる。じゃあ、あ、なるほど。いや、要するに全日本から出た、はい、いわゆる どちらかといったら除名者、はい、全日本から見れば、はいはい、それが進行で新しくまた対応されたら、はい、納得できない、はい、ということだよ、はい、ああ、なるほど、なるほど。だから伊藤元省の団体を認めるなと名指しだったかもしれないし、はい、名指しでなかったかもしれないよね。あ、そういう
ことで伊藤源所はずっと頑張ってきたけど、はい、私もその時にはもう役員に入っていた、はい、ガーンとしてダメだった、いろんな人に会った、議長にも会った、はい、県庁の中の人権担当部長にも会った、はい、議長にも会った、副議長にも会った、はい、それでももう少し時を見てくれってはっきり言われたのを覚えてる僕は。その人のその時の議長の名前までしっかり覚えてる。ユウさんだ、ユウ議長、有名な人だ、神奈川県のドンだ、はい、だけどこう言ったな、同じ飯を食うならガンタ飯じゃなくて美味しい飯を食おうじゃないか、だからまだ時期が早いぞという意味に僕は聞こえたな。 なかなかうまいセリフだなという記憶があるな、うん、ただまあいずれにしてもそれからずっと、はい、あの対応団体にはなってないわけですね。無理だね、もうできない、もう無理です、無理だ。それでも対応団体でなくても一応でも県とは話はできるんですかね。できるよ、話をするぐらいなら。私が今から3年ぐらい前かな、はい、人権部長の、ね、S さん、はい、にはもうあって、この団体は認めるべきであろうというようなニュアンスの言葉もいただいてた、うん、だけどやっぱりなかなか他団体の壁圧力があるから無理だろうね、はい、どうも。あとですね、自民党、自由民主党との関係なんですよね、うん、これはどうなんでしょうか。非常に有効ですね。あ、そうですか。まあ、有効というのも、まあ、ほとんどその、まあ、なんか同一組織みたいなイメージなんですけども、自由民主党の友好団体であることは間違いないです、はい、なるほど、うん、だから自由民主党との、中でいろんな対応処置とかいうものを話し合いはしてますよね、はい、例えば YouTube にあの、うん、大会の動画上がってますよね。そこに天野さんも出てる、はいはい、うん、あ、そう、例えば二階俊博さんなんか出てきて挨拶してるじゃないですか、うんうん、ああいった集会ってまた予定あるんですか。もちろんコロナが収まれば、コロナが収まればずっと継続でやる。だって定期でやってるわけですよ。定期ですよ、毎年ですから。今はコロナの影響でやってない。今のコロナでやってないだけですよ。あ、そうです。あのオンラインでやったりってこともないんですか。それはこれからの方法はどうでしょうかね。交通費もかかるし、なるほど、全国から来るんだもん、はい、ホテル代もかかる、交通費もかかるから、オンラインでもいいんじゃないのかな、わからない。あのね、一つ不思議なんだけど、はい、前までね、大会のなんかそういう案内というかパンフレットの中に甘利さんの名前があったりとかして新聞とかにもね、甘利さんの名前出てたんですけど、最近甘利さん出てないんですよ、うん、なんかこれは関係があるんですかね、なんかこう、いわくというのか。自民党の国会議員は全員関係ありますよ。で、なんか甘利さんはお名前が最近上がってなくて、うん、どっちかというと、例えば誰でしょうね、二階さん、加藤博文さん、うん、それから稲田朋美さん、あと平沢勝也さんもいたかな、うん、まあ、そのあたりで、うん、甘利さんの名前が見かけないもんですから、なんかその関係役職に、はい、の人が中心に呼ばれるってこと。単純にそのそういう、そうです。だから甘利さんも例えば法務省あたりで、はい、の、であればもちろん呼ばれますよね、当然ね。まあだけど、まあいろんな公職の都合で来れない人もいっぱいいますからね。いろんな人をやっぱりお呼びしますよ。なんか実際に交流あった人とかってどんな方が。いや、そこはね、やっぱり中央本部の域ですよ。中央本部がやっぱり全部いろんな、この法律をどう作っていこうかとか、いわゆるこういう文章じゃダメかとか、いろんなことをやってますから、努力してますからね。だけどなかなかできないんだけど、中にはいわゆる反対派っていうのがいるからね、同じ自民党の中でも。だからやっぱり会としてみれば、理解していただける方を優先してるでしょうね。じゃあ自民党の中にも自由度和解に対する反対派っていうのはいるんですか。いわゆる法案に対して、あ、この法案は時期尚早じゃないかとか、いい法律なんだけど、
この懲罰はどうしようか、うん、と例えば今度は解放同盟の顔色も伺わなきゃいけない。なるほど、はい、あで、はい、あの先生にしてみればどの団体も大事、うん、まあ大事っていうか自民党であれば柔道界大事なんだろうけど、いわゆるその、どういうふうに法律をまとめていいか最終的にまだ行き着かない。なるほど。という意味合いだね。そういうことです。うん、なるべく早くやっぱりね作ってね集結していかなきゃいけないなと僕も思うけども。あとはね、明賀さんの子について。ああ明賀さん懐かしいですね。明賀幹事さん。明賀幹事先生ね。僕は先生ですよ。僕らの先生。うん、先生ですよ。朝生とか出てたりとかね、はい、要するにその自由動画の中ではインテリ派だっていうふうに聞いてるんですけども。もちろんインテリですね。いやそれでね、おかしなことを言う人がいて、明賀さんがとある自民党の大物の親族かなんかそのっていうような話されてた人がいるんだけど、なんかその相当昔の政治家で結構まあそれこそ高度成長期ぐらいの政治家なんです。ちょっとねこれも動画見てる人分かんないと思うから、そもそも明賀さんが何者なのかというか、はい、そこから説明しないといけないですね。先ほど仏派って言いましたね、はいはい、全日本からのね、はい、その時の確か明賀さんは、全日本同和会の最高幹部なんですよ、はいはい、それでそのやり方だとかいろんなことをやっぱりこうまあ良くないことだなっていうことを思っていた人なんですね、はいはいはい、ほんでまあ本人も東大出て、はい、非常に優秀な方で、はい、ですから、はい、まあ今度新しくね今言ったように、ちゃんと正しい団体を作ろうと言った時に明賀さんは、今言った自由同和会の方に入ったわけです。もともとは全日本同和会の、はい、こう役員ですよ、はい、かなり著名な役員です、はい、そういうような意味合いがあります。明賀さんというのは非常に優秀な人権の、はい、運動者ですよ、うん、あの時に徳島の山田さんとかね、京都の上田東兵衛さんなんてもそうですよ。まだまだ、ね同じ役員の中でも全日本の時はどの位置だか僕もちょっと分かりませんけど、全自由同和会になった時は明賀さんが会長、うんうん、あれかな徳島の山田さん会長だな、初代の確か山田さんだったかな、で明賀さんというふうに移ってきましたね、はい、はい、僕も大変お世話になりましたよ。明賀さんじゃ確か静岡の方で、静岡ですよ、浜松、彼は浜松、うん、ただ明賀さん自身も部落出身なんですか。うん、あそうなんですか。靴屋さんだ浜松の、うん、確かそのように僕は個人的に聞いてる、うん、静岡にご自宅があったような気がするんですけど、静岡市内に。いやそこはごめんなさい、分かんないです、分かんないんだけど、非常にその自分もということで僕は飛行機の中でよく一緒だったんで、大会地方の大会行く時とかね、はい、向こうで僕はお世話をさせてもらったりしてたんで、非常に優秀な人でした。すごい人ですね。もう優秀を超えてるね。先生ですよ。どのあたりが優秀なんですか。優秀と言えるのは。やっぱり真面目な人権運動だったね。あ、そうだったね。今先ほどあなたが言ったように、事件なんかとかね、はい、そんなものも全然微塵もないですよ。もう純粋にその純粋に理論家というか、そういうことになるんでしょうか。はい。うん。そうするとじゃあ次はちょっとね、それとはまた反対の話になってしまうんですけどね、はい、暴力団との関係、はい、暴力団と犯罪との関係、いやどうしてもね、自由同和会に関してはどうしてもそういうものが見え隠れしてしまうんですよね、はい、で上田東兵衛さん、そっちも言えばあの人も前科がありますよね、うん、で、まあこれは例えば全日本同和会の話になるんですけど、やっぱり大会に行くとこういかにもこう小指がなかったりだとか、こう腕とかに根性焼きのある人が結構見かけるんですよね、うん、で
柔道界に関してもね、僕も会員を、まあ、何人か接触したことはあるんだけども、うん、やっぱこうまず最初に会ったらなんか胸に金バッジつけててとかね、黒いスーツ、なんかしましまのスーツ着てたりとかで、なんかちょっと前までなんかデリヘルを経営してたとかね、なんかそういう感じの人が出てくるわけですよ。だからどうしてもね、その反社会的勢力との関係というものが見え隠れしてしまうと。だから率直に言って自由党和解にはそのまずね、現役のヤクザの人っていうのは入ってると思いますか？まずね、現役のヤクザの人がいますかと言ったら通常はいないと思うんだよな。通常まあ足洗ったから入るみたいなイメージ。ただ特措法やってた頃はいました、平成の初め頃とか。いいね、僕の見た範囲ではいないな。ただ元の人は多くありません。元の人ってと言われても、はい、別に元って書いてるわけじゃないんで。いや、あのね、安倍さん、安倍首相前元首相の桜を見る会の時にちょっと話題だったんだけど、ですから僕も桜の見る会は行きましたけど。伊藤なんですか？ありますよ。あ、そうですか。あの会の方に、はい、通知が来るんですよ。え、で順番制なんだ。柔道館の方に。そうだよ、順番戦。だから僕なんか後の方の順番行きましたよ、ご挨拶に。だけどもう全然、例えばご挨拶をするとか、そういうような雰囲気じゃないしね。そうじゃなくてもうご招待いただいたんで行かせていただきました。そのね、僕らはね、こういうあれがあるんですよ。あ、皆さん誤解も受けるんだけど、はい、いわゆる国連人権規約の中に、はいはい、例えばあの刑を終えて出所した人、はいはい、っていうものがあるわけ、はいはい、それをいわゆるその更生させなきゃいけない、うんうん、社会が、刑務所から出てくるとやっぱり白い目で見るじゃん、うんうんうん、そういうことはしないんだよ。この人権団体の難しさだよね、うんうんうん。だから元ヤクザですかとか、はい、分かんないわけだ。なるほど、なるほど、はい、だけどどう見ても風体からいくと、はい、そうに見える人ってのもいるよね、はい、かといって指がねえと、はい、なればもう絶対元そうかなとか、はい、いう人もいるよね、はい、かといってその人が現在が今しっかり構成をして、はい、俺もこうやって小さい頃いじめられたし差別は良くねえよなと思っていれば、はい、その人たちはやっぱり共に運動しなきゃいけないんだよ。じゃあ前科を持ってる人も自由度和解に入れば守ってもらえるっていうところはあるんですか？あのね、守るとかいうことはもうどこのグループ行っても同じ。僕のところにも元ヤクザだったよとか、はい、うちの会社にも元ヤクザだったよとか、そういう人いっぱいいました、はい、実は今言った先ほど出たうちの会社名、はい、それ見た。僕は全前のことを聞かなかった。なるほど。一切聞かない。だけど指がないことは事実、うん、でもあなたどこの組までも聞かなかった。まあ、じいさん実際にね、いた、あのね、全然僕はね、今でもそう、僕は今でも、はい、事情を抱えてきた人も未だに聞いたことある。なるほど、はいはい、未だに聞かない。だけど今が大事っていう姿勢でやってる人もいれば、はい、まあ守ってもらえるっていうことよりも逆にそういう人たちの方が強いんじゃないの？どう？例えばね、いや、例えば自由の和解に入っておけば生活保護を受けやすくなるとか、そういったことあるんですか？うん、それはね、その役員の人間性。人間性、はい。いや、俺ね、別にカバーじゃないんだよ、はい、もっとあなた方が期待した答えじゃなくて申し訳ないと思うんだけど、はいはい、僕も頼み行くもん、はっきり。あ、そうですか、はい、僕は今書いたからでも今でもあ本当にそうなら
僕はいるよ、誰にも。でそれでもやっぱりこの自由度和解の名刺を出すんですかね。俺は出さないけど、出さないけど、はい、出さなくても知ってるから。あ、そういうことですか。知ってるから出さないけど、はい、本当にその人は本当に真に貧しくね、はい、できねえんだってことであれば、はい、うちいっぱいだもん。はい、いっぱいいた。そういう人が来るんですか。いや、そう、こ来て、はい、あ、来る時に、はい、現実で本当に食えない人、はい、子供ができちゃった人、はい、いっぱいいるの、はい、僕のとこは、はい、だから、子供ができちゃったけど養えないとか、はい、事故になる前に、はい、逆に僕は言ってあげる、はい、いっぱいいた。だけどそれを例えば問題なのは、はい、生活その保護、はい、受けた、それからピンハネしてることは悪いんじゃないの。あ、ピンハネするようなことはあるんですか。いやいや、どっか俺聞いたことあるよ、そんなの。うーん、あるけど、あるって俺は知らないよ、全然。いや、まあその、まあ北関、自由度和解はどうかわからないですけども、まあ北関東のあたり、埼玉とか、それは普通にそのドアの看板から出て貧困ビジネスしてるような団体あるけども、それはもうその団体のレベルだろうな。なんとも、もうその個人的にそんなのやってりゃ最低じゃ、はい、まあ、ちょっと僕は不祥事の話になるんですけどね。あ、うん、まあ例えば持続化給付金詐欺やりましたね、市場なわて、うん、あと兵庫県の本部をやってた、うん、あの自由度和解の人でしたよね、あれ、うん、Y さん。そうですね、岩井さんで、山崎さんですよね、はい、うん、で、あとは、まあ、奈良県でもちょっとおかしな事件があった、その金塊盗んだ人がなんか警察から逃げてて、で自由度和解にお金を出せば逃げられるよって言ってお金を騙し取ってたっていう、そういう事件があったと。まあこういう団体なんでね、まあ今よ、先ほどから言ったようにその法の形態がいかんにあれ、はい、そのいわゆるその不意調、自分の力を誇示する、はい、不意調という的なものを利用してるんじゃないのかな。あのほら、よく自慢したいとか誇張するとかいうことってよくあるじゃない。あ、要するにそういうものなんじゃない の、 その意気軽的な意味 で、 ってことで。そう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 、僕なんかは逆に、え、元のもう元ってか、まあ、前の会長さんですかっていうと、うん、なんか一目置かれてるよ。ああ、そうですか。はっきり言うけど、だから俺そんなつもりないよ、うん、ないけど、そんな風な面会の仕方っていうのもあったよ、うん、まあでも確かにその、それだけ役所が、それは勝手に判断してんだよな。あの、変な質問ですけども、ヤクザと右翼と自由度和解ってどれが一番強いと思いますか。いや、すごい難しい。いやいや、何においてかだよな。例えば殴ることについて誰が一番強いかっていうのと、いや、その対行政ですわ。対行政、対行政、やっぱりドアだと思うんですよ。右翼だったらまず相手にされない。逆に俺に聞くよりあなた方はどう思うのよ。いやいや、明らかにどう思うのよ。いや、僕もなんかね、いや、これは全日本と和解の話なんだけども、やっぱりなんかちょっとね、そのあの、なんか、うん、なんかヤクザから電話を受けてね、はい、いや、なんかそのなんかヤクザからその、うん、いや、なんか、ね、あんたのところのなんか会員だって言って言ってるやつがいるけども、どうなんだみたいなね、なんか電話してる人がいて、あ、そいつ除名したからうちは関係ない、もう勝手にすればいいみたいなことを、うん、そういうような電話をしてたのを聞いたもんことがあったもんだから、あれ、ヤクザと度和解ってそういう関係なんですかってちょっと思ったんですよ。多分ね、僕らも、はい、まあ、先ほど僕はちょっと非常に難しいなと思うのは、はいはい、ヤクザからも相談を受けることってあるよね。ああ、そうです。あるよね。その相談内容にもよるじゃん。誰かぶん殴ってくれって言ったら、俺なんか無理だよね。はっきり言ってね。はい、あの、そんなことできないじゃん。そういうタイプではないです ね、はい。だけど、こうやって困ってるんだとか言って、自分たちでできないことを、そういう頼みに来るようなこともあるけれども、はい、それは相手がヤクザだからじゃなくて対個人的な人間関係なんだよね。いや、でもそヤクザからの
相談っていうのは薬剤足洗いたいとかそういうことでもないんですか？あるよ、それもあるあ、そういうのも、そういうものもある、はい、あの足洗いたいっていうのもある。なるほど。でも足洗いたいって自分の姿勢に同会が入ったから足洗えるわけじゃないよね、はっきり。だから対個人的な相談なんだと思うんだ、はい、僕はね。かといってじゃあ、いやどこが強いですかって言われてもその相談の中身にもよるけど、これなんとか許可取ってくれとか、そういうものなのかとかね、ちょっとこれをお願いしてもらえませんかとかいうことなのかは、うん、いわゆる結婚差別とか就職差別っていうものは、そういう相談ってくるものですか？いっぱいあるよ。へえ。それは部落に関係してるんですか？あるある。ブラック外もあるよ。だから、ブラック外で、いやだからブラックかどうかなんていうのは、僕ら相談っていうのはあからさまに、あの家はお前あれだから結婚なんかとんでもねえよっていうのはブラック差別だよ、うん、でもあいつとはっていうのはブラック差別だよ、姉ちゃん、はい、あいつとは結婚させねえっていうのは、うん、だからブラック差別じゃないわけだな、うん、だけどまあ本人の意思もあるんだろうから。だけどあそこの家だからってダメだった相談はあった。そうです、実際ある。それもあった。それはプラグだからっていう、うん、そう、それもはっきりあった、うん、僕なんか、真に受けた、自分で真に受けたってことは、ある土地を売っただ、はい、ね、肌の材、はい、もう今でも忘れないよ、はい、そやの土地だ、そや、はい、そしてお巡りさんが2軒返したんだ、2人が、はいはいはい、隣り合わせで住むべってことだろうな、はいはい、でやって売った、契約した、それは何週間か知らないけど、はい、来て「すいません、ローンが通らないんで解約したいんです」って言ってきた、はい、お巡りさんがローン取んのやけねえべ。なるほど、はい、誰かに相談したんだ、今度はここの家を買ったよって多分言ったんだろうな、うん、あそこはもうドアブロックじゃねえかと、何をやってんだお前らってただ言われたんでしょ、うん、それで解約になったこと、それいつ頃ですか？もう20年前だ。20年前ですよ、うん、いやいや、まだまだいっぱいあったよ、うん、土地を買いに行ったら、契約をしたら、おばあちゃんが突然泣き出して売れないんです、売れないんですって言って、うん、俺も泣く泣く解約したこともあって、ああそうです、おばあちゃん責めらんねえもん、うん、理由はよ、聞かんでください、聞かんでください、うん、泣いて、もうそうならどうにもこうにもしょうがねえよ、あからさまに部落だよ、うん、こんなの甘い甘い、まだまだいい方、銀行なんか全部ダメ、銀行なんか全部ダメ、銀行なんて甘いようなイメージだったけど、そうでもないですか？銀行って甘いイメージだったけど、そうでもないですか？反対だよ、俺なんか、だから俺 SFC 中から借りてる。なるほど、なるほど。俺はあんだけのものをやってるんだもん。証拠なんですね。証拠ファンドから借りなきゃいけない理由がないじゃん。なるほど、なるほど。銀行なら 2%、3% だもん。俺10%。東和会って言ったら貸してくれないの？無理無理。あ、そうですか。住宅ローンも俺ない。うちの女房なんか、うんと真面目だよ。ほんで住宅ローン持ち込んだらダメだった、うんうん、そんなことってあんの？僕らが受けてきた、いい？今言った運動をやってるだけ、俺は特例だと思ってるよ、他の県はそうでもないから、みんなやってるから、うん、俺の場合はまずダメな、ダメ、あ、そうです、うちの僕が測量士なの、たまたま測量を測った人の名前を見て言うし断られるって言うからな、不動産屋は。そこまで徹底してるよ、神奈川の小田原は。小田原っていうか横浜銀行ですか？横浜銀行もそう。うん、横浜銀行ってあの静岡も同じ、静岡銀行も同じ。あ、そうです。いやでも意外ですね、横浜銀行はでも全日本同和会経由の、あの県の貸し席に扱ってたんじゃないですか？それは県だから、県の対応資金だから。だから全日本同和会だったらいいんですかね？いいと、自由同和会だからダメ。あ、なるほど、そういうことですか。いや違うね、俺だからダメでしょうね。あ、そういうことです。自由同和会からじゃないね、俺だからダメ、はい、はい、はっきりわかります。すごい辛かった。